こんにちは、プロスノーボーダーの内山美恵です。今日はセブンイレブンの、なんだかな、私ね、今年急遽訪れたチョコミントブーム、好きか嫌いかって言われたら、ミントがね、気になってしょうがない最近。というわけで、新発売になってた、これね、発売する前からずっとウェブで情報を見て気になってたんですよ。ね、最近ね、うろうろしてて買えなかったんですけど、やっと落ち着いたので、このこと向き合う時間ができました。そんなも、もちとろチョコミント、これをね、今日は食べていきたいと思います。どんな中身になってるかっていうと、ここに書いてあるんですけど、ミントホイップとチョコチップが入ってて、このね、このね、ネーミングがね、これずるいよね。このもちとろっていうところがね、これ大福みたいな感じかな、にチョコミントですよ。もうどんな味するんですかって感じですよね。裏面見ていきますか。はい、和菓子なんですね。一番外側がもち粉使ってて、乳糖を主原料とする食品、クリーム、あ、そっか、このホイップって書いてあるからクリームが多めなんだ。で、砂糖を、多分つぶつぶのチョコレート入ってるんですよね、中に。チョコレート、あれ、ミントはじゃあ香料に含まれるのかな。ミントって書いてないもんね。香料の中のミントってことは、大福だけどちょっとミント風っていうだけかな。ミントもさ、ミントの種類って幅が広すぎて予想がつかないんですよね。保存方法は冷蔵庫ですね。埼玉県で作ってて、カロリーが147キロカロリー。さあ、こんな感じです。さあ、早速開けていこうかな。はい、じゃん。大きさで言うと、もう私の手があるとこんな感じかな。うん、こんな感じです。はい、そしてちょっと中見てみたいよね。うわっ、え、やば、ふわふわ感が半端ないぞこれ。え、わかります？ふわっ、わー、とっても柔らかい。わー、ちょっと持っただけなのにこれこぼれちゃうんじゃない、中身とか。トロトローって。断面を切っていきたいと思います。断面切ったよー。いや、大苦戦。このね、外側のもち粉がふわふわすぎて、これもただ触ってるだけ、もうふわふわすぎて、もう切るのも大変。でもね、断面を見たかったので、じゃじゃん。わー、外側のお餅がもうプルプルみずみずしくって、うわ、すっごく楽しみです。うん、中のクリーム絶対これふわふわだよね。控えめかな、チョコが、チョコ控えめな感じがしますね、パッと見。さあ、それではいよいよいただきたいと思います。さあ、ではいただきます。うまっ。何これ、ふわっふわ。あー、確かに和菓子だわ。で、大福のクリームホイップなんだけど、ほんのりミント風な香料が入ってる感じで、チョコも控えめだから全然洋菓子じゃないわ。やっぱ和菓子のクリームに後からふんわりこうクリームとミント風なのが後から追いかけてる感じ。うん、もう一口いただこうかな。伸びる。うまっ。うん、外のお餅が美味しい。うん、うん、だけどなんかやっぱ変わってるな。うん、
うん、変わった味してる。洋酒が結構強い。変わってる。うん。なんか人工的なミントの味がしました。ミント風って感じかも。うん。まああれかな。まあチョコミント好きな人はいいかな。いやでも本当のチョコミント好きは違うかな。あとね、もう一個セブンイレブンで買ってきたのがあるの。入り口に入ったら、目の前に、ドンって、新潟限定のプッチョが置いてあったので、気になって即買いしました。金額はね、確か173円ぐらいな感じだったと思う。パッケージも新潟限定ってだけあって、これなんだろう、あ、佐渡のさ、あれだわ。たらい船、あ、新潟の時でしょ。多分これがね、あの高田城と、きっとこれ花火、新潟花火有名ですからね。 あと佐渡金山とか、あ、結構すごい新潟が詰まっています。うん、セブンイレブン限定のやつだったと思います。いいね、越後姫。開けてみようかな。これね、個包装になってるっぽいんだよね、触ってる感じだと。ね、みんなと分けれそうだから買ってきた。中を開けてみる。開けた瞬間すごいのよ。いちごの香りがふわって広がってきて。これ何個入ってんだろう。あれ、柄違う、もしかして。ん、何個か柄が違うかもしれない、もしかして。お、柄違う。ちょっと出して並べてみますね。お、並べてみるとこんな感じです。雑かて。ちゃんと並べましょうね。はい、ちゃんと並べました。なんだこの割合は。ランダムでこうパッケージするのかな。この比率は変わるのかな。こっちはね、いちごのパッケージと、もう一個新潟っぽいパッケージになってます。裏はこういう感じと、いいね、うん、こんな感じ。裏は一緒ですね。あ、一緒じゃないや、ちょっと違うか。だいたい一緒。さあ、早速開けて食べてみたいと思います。さあ、開けていただいてみたいと思います。よいしょ。お、プッチョっぽいビジュアルが出てきた。あ、くっついている。くっついている。ぽっちゃ、これが中身ですね。さあ、では早速いただきます。あ、プッチョだ。うん。あ、甘ったるくなくて嫌味がない。うん、すっきりしてた。すっきりして甘いから、あ、私これ好き。うん。あ、さっぱりした甘さで食べやすいし、めっちゃ美味しい。いちごで超甘いのかなって思ったら、全然そんなことない。あ、これ美味しいわ。うん、あ、好きですね。うん、美味しい美味しい。うん、これ仙台にお土産で持って帰ろう。みんなにお裾分けしたいと思います。これ7月ぐらいからセブンイレブン新潟限定で発売してるみたいなので、
はい、もし機会がある方はチェックしてみてください。これ新潟でしか手に入らないそうなので、ちょっと私が代表してこのプッチョ新潟バージョンを食べてみました。またきっとあれだよね、別の県でもこういう地域限定みたいなプッチョがあるんじゃないかなって思うので、教えてもらえたらまた嬉しいです。今日はいろいろ食べてみました。はいじゃあまた次の動画で会いましょうね。はい、バイバーイ。